はい。これはファミコン版はできよかったんだけどな。なんかスーファミでちょっと滑稽になっちゃったからな。まさに滑稽というゲームになっちゃった。こん綿ば棒んどこ行っは。た？あっ今た。日は早いですね。今日早いです。チャベス。ハマジ。なんだっけ、この人。誰声優？お これ前一が番悪目い。これ。ってセリフだけ覚えてる。お前が悪い。どれの、これ？はぁ、あ。ロゴはかっこいい。ここに罪はない。一人でブルース、うるせえわ。うるせえわ、マジで。はい。あ、これ学校内うろうろしたりとかするやつか。違う、やべえな。ジョジョよりやばいやつだよね、これ。ジョジョが可愛く見えるゲーム。カツ DDR さんいらっしゃい。どう読めばいいんだよ。ログナシブルースはね、一応世代ではあるけどね。そうね。うん。中学校の時だったな。吉祥寺に行ったらいるのかなとかいうのは言ってた。あの場所だなとかいうのはあったけど。こんなんだっけ？ ね。格ゲーなんだけどね。でもこういうなんか余計なモードがこの人いたな。なんか絵が懐かしい。髪切る前なんだよ、やっぱね。キラルーさんもいらっしゃる。アンドレさんもいらっしゃる。あ、そっか、これ、前田の友達っていうか、連れというか。お、来た！ああ。曲がやべえな。こんばんは。今て、日はイ早コみいたいでになっすてたの、ね。今。いや、わからない。今んとこでもそうだね。確かに。これ何？ろくでなしブルース。ファミコンの、うわ。ファミコンのビーバップハイスクールが超いいんだよ、あのゲーム。セーブデータが消えやすすぎるっていうことをの除けばね。初めて口開き約束っす。そうなの？まあ、でもちょっと無理、抵抗するのは無理だと思ったんじゃない？食べる音なんてもうシャクシャク。何食って、ふがし食ってんのかな？やっぱこれ一人でブルースやるわ。ちょっと早く。早く。94年だもんな。94年。プレステセガサターン発売の年だな。まあ年末だけどあれは。なんで泣くんだ、選ぶと。もう。選ぶと泣く、鼻水まで垂らして泣く意味。ギャグじゃねえか。いや、声誰？笑ってるよ。そんなキャラだっけ？懐かしい。どうやってやるんだっけ？アッパー、すげえアッパー。いって。一つの影響かな、あれ。後ろのやつがぶっ壊れた。あら、何よ、お前、そんなか必殺技らしい必殺技持ってんじゃん。コークスキルアップ、あったあった、どうやってやったんだろう、これ。どうやってやったんだ。ためかな。いて。高校生同士の喧嘩には見えねえな、このアクロバティック。下段蹴りある。なんか出たよ。ゲージが溜まったよ。怒りゲージが。うわ、ただこんなん。ああ、いいね。ああ、ステミナドロップキック。おい、なんか、ため？後ろがガードで助かったよ。したため埋めとこうかな。いや。行ったこっちがない。なんだ、なんだ、なんだ、ジャンプパンチ。喧嘩でジャンプパンチ。怒りゲージは最大になったら超必殺使えるのかな？でも普通の必殺がないんだけど。あ、なんかあった、あった。なんかある。強蹴りみたいのが。漫画はタバコ吸うとパワーアップする。ええー、へへへへ。兄貴最強なんだっけ？お父さんだっけ？やべ。これが
いいとこで出ないんだけどな。こんばんは。あー痛い。おい、なんか無敵なのそれ。ずるい。いいね。やった当たったよ。当たり判定ねえ技なのかと思って。勝ってない。まだこれ勝ってないんだよ、確か。死体蹴りみたいな。すげえしゃくれてるように見えるけど。しゃくれ、お一人でブルースのちょっと威力がすごいな、これ。いや、これ技がわかる。今度調べてからね。ちゃんとやるわ、じゃあ。ちょっと待って、これ順番がすげえあるわ、これ。順番ぐちゃぐちゃ。じゃあ先にこれやろっか。ふざけてんじゃねえぞ。ジャハナグループやるか。あ、お、読み込み長え。なんだこれ。怖えよー。やべえよー。こうこうこうだね。こうこうこう。おい、長えと思ったら今度はこっち。こっちか。って聞こえた。へへへへ。いやいやいや。発売日に買いましたよ。ちゃんと予約して買いましたよ。はぁ、もう1000本ぐらいインストールしたけど、一体本体がぶっ壊れたっていうか、うん、ぶっ壊れたんで、新品交換対応になって、で、またインストール、再インストールとか、スーファミは初インストールだけど。いや、スーファミインストールするのめんどくせえなと思ってたらさ、こんな時期になっちゃっただけ。このタイミングで買う、このタイミングで買うやつあんまいないだろう、多分、レトフリって。で、AGL。ジフアニメ感がすごい。ちゃんとしてんな。本当動画で見たことしかないようなゲームだね。うちに実際にあるのがね、悲しいけど、悲しいけど実際にあるんです。あ、ここの画面でもいいかな。だこれ。いや、ここでいいよ、いいわ、これでいいわ。他モードに引き継がれてて笑う。対戦のハンディキャップが他モードに引き継がれて、嘘は嘘。よく動く。じゃあみんな見とくか。竹内ってすげえ。これはスカイラークだっけ、なんだっけ、誰だっけこれ。あ、知った。藤谷。藤谷ってもうこんな感じじゃないんでしょ。出たよ。久保田バスター。久保田バスター、ちょっと。これはあれだよね。ガオガイガーとかの人だよね。あれだよね。木村なんだっけ。木村なんたら。VG パニックちゃん、あとなんだ、キムタカか、タカなんたら。あ、こっちじゃねえか。カタカナ入ってた。マジで。タカヒロ、うん、なんかよ、ダパンプにそんな人いなかった。お姉さんいっぱい。お姉さんしかいない。久保田バスター出せるかな。うわー、色変わっちゃったよ。しかもそんなにスカート長かったっけ、お前はあれだよね、今日 KOF の今日のパクリキャラ。ごちゃごちゃしてんな、映像が。これどこなんだろう、これ。びっくりドンキーかな。久保田バスターって逆横だっけ。ラブライブの人がキャラクター。あ、へー、そうなの。木村の一番のガオガイガーじゃないんだ。アッシェイカーは強いけど、いけ。木村じゃねえよ。待て。久保潤さ、これ。ちょっと待て。クランプ組み合わせがやべえな。ガオガイガーとレイアウスってこと。まあ、カードキャプター作るけど。ごめん、ちょっと久保田バスターと逆横前だっけな。ダメだ、もうわかんねえ。今度やろう。VG は俺 PC98 番が一番やったからわからない。正直言って。キーボードでやってたわ。キーボードでスクパイとか普通入れてたわ。ギアスはキムタカとクランプ。待てよ。クランプ、ゲン、アン。へぇー。クランプはゲン、アンでアニメ用のデザインだ。あー、なるほどね。アニメ用のゲンがね。がキム。木村、うわ、見てる。左下で、左下から見てるけど、これ、この画面やめよう。左下から覗いてんだけど、ガンダムが。ねえ、ほんとだよね。
右手でやってるからね。右手で十字キーやってるから。ち、どこに立ってんだよ、お前。おちょっと短い。お曲ちぎいじゃねえか、お前。あの歌じゃねえんだ。よくないんだよ、これ、ゲームは。パンドラボックスだっけ、これ、開発。これはちょっとなぁ。これそう、ウィングと比べたら酷だぜ。これマジでなんで、夏目に作らせなかったんだろう、これ。まあ、夏目だったらとんでもないことになってた。ウィングはすごい、ウィングはいいよ。ウィングはもうインストール終わってる。ウィングは出来良いからなぁ。ねえ、これの出来が普通に悪いから。確かパンドラボックスが書いてないけど、パンドラボックスが開発したって友達が言ってた。あれひでえよなって、パンドラボックスだったとか。ひどいなこれ、蹴りとか通常技が。なんかもう故障したよ。どうやってやった今。膝と、この大蹴りと、リーチがない、リーチが、こんだけ近いのに当たんねえ技ってなんだよ、それ。それ何、なんつった今。曲なんだよ、そもそも。このさ、これ見てよ、これ。このひどさ。かっこ悪いわ。しゃがみ台、あ、あった。一緒だ、モーションが。なんだ、何アッパー？パーティーアッパー。そうなんだよな。一番格ゲーに向いてたはずなんですよ。逆ヨガだ。チョイシャツ、シャイニングフィンガーソードって何？おいでででで。負けた。パーティーアッパー。原作もここで戦ってたのかな？チボデイクロケット、ナイスガイ。次ー。ウィングの方が格ゲーしてると思うわら。いや、ウィングの方がね、ロボット格ゲーとしての、ちゃんと、ロボットであることもちゃんと活かして、いるところがすごい、優秀。おっはっはっは、シン・ゴジラ始まんの。おっはっは。すごいなぁ。来たこれ、暗くて見えねえっていう気合い入った曲。あ、いいね。すごいいいねこれ。たまんね。あ、なんだな、そこセレクトする。あれちょっと、どうやって再生するのこれ。いいね。ああ、使えるかもね。 5.5 だったっけ、スーパー X じゃない。ねえ、いやでも曲しか聴けねえとこはたまんないで。何の曲、そっちか。ボイスってすげえな。素材として使えんじゃん。これ何、聞いたらわかんのかな、マニアは。何？これ格ゲーの方じゃないんだっけ？すごいな、ボイスじゃねえじゃねえかも。これ違うんだ。長い。あ、さすが。あー、そうか、あった。丸いよ、何この感じ。そうだな。シンゴジラでもゴジラじゃねえ作品の。あ、来た。来たこれ。ちょっと待って。はい。ゴジラを誘導しようか。そうそうそう。なんかビルがどんどん壊れたりするやつね。いやー、メンテナンス、先に済ましてよりよかった。そうそう、これこれ、わらわら。今のね、街歩くやつね。で、街を歩かない方がこれね。でもボス戦は格闘と言えなくもない。あー、ファミコン版がちょっと面白かったけどね。音程違うじゃん。出た？さっきの方が雰囲気あったな。
アルファシステムだったの。マジでか。あー、なんか始まり方、嘘でしょ。ちょっと待ってね。消えちゃうわ。そうだったんだ。ねえ、まさかのアルファ。これ変にできるよね。変に。変になんだ。ゴジラゲーはなんかもう昔から結構気合い入れて作る印象。あれ、ああ、そうか、上か。自分で設定して忘れちゃったよ。どうかな。なんというか、はちゃけすぎ。はあ。来たー。はい。ああ、そうか、セレクトじゃねえ。俺、セレクト何ボタンに設定してんだよ、逆に。はい。ゴジラ愛がないやつはゴジラゲーム作らない感じ。まあ、いや、相当でもこういうディズニーチェックみたいなものあるような気がするんだけど、どうなんだろうね。やってみようか。じゃあ違うよ、これでも。このままの設定だと上を押した瞬間にメニュー出ちゃうから。セットアップ延長しました。プラクティス、ちょっと簡単にしようぜ。マードリューの出番だな。あれ、ちょつ、はい。短くまとめられちゃった。へえ、何の曲だよこれ。説明長いんだけど。ハンマーウウラニウム放射熱線って何。あ、いたな、アンギラス。あー、でかい。でかい。ガイガンってさ、どうなのこれ。サイボーグなんだ。ガイガン、目のとこおかしいもんな、これ。モスラ。気持ち悪いなぁ。よくできてんなぁ。百裂衝撃波。封印エネルギーって何。うわぁ、ビオランってでかすぎだろ。どうすんだよ。どうすんだよ、これ。ウルトラマンとかもあるんだよ。エヴァンゲリオンだっけ。エヴァと人が戦う街から逃げるみたいな。面白そうだよね。そういうゲームを待っていたよ。でもフルプライスはきついと思うわ。相当内容濃くないと。もしウルトラマンが自分の街で戦い出したらみたいなのがいっぱいないと。で、エヴァと人、大難使とがやり合ったらとか、ゴジラが来たら、ガメラが来たら、あとはなんだ、ガオガイガーが来たら。そういうのが全部できたらフルプライスでもいいよ。どうしたどうした。ガイガー。お腹んとこにさ、デンノコみたいな、デンノコじゃねえや。丸ノコがついてる人誰だっけ。それガイガン。あとなんか頭が包丁みたいな。いや、出るよね。予定では。これ。それガイガン。あ、それがガイガンなんだ。お腹に丸のこ。あ、ほんとだ。いや、こんなんだったっけ。でけえし。いやー、届かない。届かないよ。なんか下にキノコが。ドドドドド。いいね。いや、これいいわ。これ方向変えらなかったっけ。あー、行きたけ。やめて。ね、ジャンプあれないんだ。これ何、コマンド投げ。だろ。あ、コマンド投げだ。緑の血。楽しい。ヒット感たまんねん。しゃがみパンチってガメラ。ガメラじゃん、ゴジラ。ガメラって。でも、シン・ゴジラのおかげで平成ガメラに一気に差をつけたよな、なんか。ゴジラやりたい方だよ。うん、ウッソさんいらっしゃい。左下とか右下のメーターは何なんだろう。尻尾アタック。違う、これコマンドだけだ。すげえ器用だな、お前。器用。あ、これダッシュボタン。おお。痛い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 。ドム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 がすげえ避けられるのよ。
いや嘘。ああ、イタリゲージか。うわ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 。使うじゃない。わあ、すげえ強い、超質、超質強い。どっちみち強い。何の曲だ。満タンになったら特殊コメントで超必殺が使える。うん、今のかな。今のっぽい。全方位レーザーみたいになったけど。今のだよ。ね、今のだよね。なんで俺点数0点だ。読み込み長いな。キングギドラとあとはビオランテ、ちょっとビオランテって言ってもあれ完成形、もうちょっとかなんか機動力あるやついなかったっけ。これこの画面すごいな。本気だなこいつら。ロケーション最高だな。おおマジか、すげえなお前、頭で殴るってお前。あーあー、うわダメだ、赤い、違う赤い、コマンド投げ入らない。やべえ、飛ぶ。あいって尻尾、尻尾2本あんだ。なんかもうちょっと動けそうなやつビオランテいなかったっけ。沢口靖子が待って、ビオランテ俺見たんだけどなんかそんな面白くなかったんだよな。あとあの猪木を、猪木のロボみたいなやつもひどかったな。危ない、コンボいいね。放射能で炙、軽く炙る。いやーちょっとこれキングギドラにはちょっと不利な戦いだなこれ。そうだよ、ジェットジャガーひどかったよ。知って、あれは一番低予算のやつとか言われてたよね。いやーあれはひどかった。友達と一緒に見てたんだけど、てか全部友達と一緒に見たんだけど、初代もひどい、ひどい。初代は良かった。ヘドラはまあ、面白かったっていうか、その、面白いの意味が若干違ったな、あれは。あ、ええー。うそ、あ、そうそうそう、言ってたね。負けた。そんな可愛い声なの。ポケモンみたい。あ、そうなんだ。おお、負けたよ。スタンゲージの回復はそう、マジか。あと誰だっけ。選び直せるってすげえな。そんなところで戦ったの、ビオランテって。本当にシン・ゴジラ見るまではさ、振り向かないことさ、若様。初代ゴジラは非常にいい映画だったけどさ、それ以外非常にいい映画だから、なんかいろいろ見たけど全部ひどくてさ、ひゃーひゃーひゃー。でビオランテ面白いやつが見たけどひどかった。ひどいってことはないけど、なんかそんな大したことなかった。まだガメラシリーズ、平成ガメラの方が面白かったわ。カエルさんいらっしゃい。超質杖。曲がいいな。痛い。おい。おー、ジャンプ打ちできんのかいこれ。うわい。こんなにビオランテって動けるんだっけ。なんか俺地面に根張ったやつだと思う。ファイナルウォーズは面白かった。ファイナルウォーズ実はね、シン・ゴジラ見る前日か当日かなんかに見たんだよね。なんか俺シン・ゴジラ見てからじゃなんか見れなくなりそうだけど、あ、すげえ、あ、いいね、強い。あー、ハリウッド版か。俺そう、ハリウッド版の2作目見てねえな。1作目はちょっとよく分かんなかった。ヌメヌメしてる感じだったね。ヌルヌルしてるハリウッド版。
ゴジラじゃなければ楽しかったって言ってたな、友達が。松田聖子が出てくんな、どれ。ジラ。ジラの方。ガッジーラの方。おい、メガロってカブトムシみたいなやつ。うん。いや、そんなにいいもんじゃないよ。だから先に見なきゃダメなんだって、ファイナルウォーズから。すごいよ、マジで。ワイヤーアクション空手みたいので敵倒すからね、変な。何倒すんだっけ、エビラじゃねえや。なんか変な虫みたいなの倒してる。これ、この、うぅ、おーほう。うわ、ガードかっこいいな。ガイルみたいな。そう。あれはあれで面白いんだけど、面白さの意味が全然違う。ベクトルも何も全部違うから。面白いっていうのはそういう意味じゃないからっていうね。BK ってなんだろう。いや、マジでね。シン・ゴジラってか、ゴジラをひでえと言いたいんだったら、ファイナルウォーズは見てほしい。ドンフライとか出てくるやつよね、いて。なんかもう、すごかったよね、あれ。バーサスシリーズの極みみたいなゲームじゃねえ。なんか映画撮った気がする。なんか、あれはあれで、ある意味すげえ映画だよ。お祭り感すごいあったね。あれはあれって感じ。シン・ゴジラはシン・ゴジラ、初代ゴジラとシン・ゴジラはまあそれはそれとして、でそれはこれはこれ、うちはうち、よそはよそって感じだった。まあ楽しめたやつが勝ちだって感じだった。ファイナルウォーズはもうすごいんだもん、ツッコミどころ多くて。いやごめん、もうちょっといいわ。今冷静になっちゃった。ぶっ殺されたよね、ファイナルウォーズでしょ、ハリウッド。あったね。